Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase City, Japan. Uh, this is a story about a uh, military saint uh, in Japan. In the Western world, they have a military saint named St. George. We have two in Japan. Konnichiwa, minasan. Seiyo dewa St. George military saint desune, iwaru shigo seijin hito いたということが言われております。そして、このミリタリー・セイント、いわゆるセント・ジョージは、ですね、まあ。あちこちで活躍したわけであります。しかし、日本にも似たような話があるんですね。セミラ・ストーリー・ヘブ・イン・ジャパン・トゥ・イン・フォーティン・センチュリー・ゼシ・ザ・ストーリー・ア・バ。それは、モンゴリアン・ア・テイク・ジャパン・イン・フォーティン・ン・フォーティン・センチュリー。これは、その当時の現行の駅、現行、襲来の時の,あの記録なんですけども。 まああのー、最後に最後にというか日本,が日本軍が敗退に敗退を重ねていた時にですねで、まあ、日本軍の方も数万の捕虜を出してとていうような時にですね突然箱崎神宮からですね、まあのー、30人余りの白装束のあ男たちか人男と書いてありますね人が現れてそして、あのー、元軍をですね敗、あのー 敗退させたといいう記録が残っているわけですこの記録はあちこちに残っているわけですね。まあ、あ,のある方の本には3000人と書いてありますけれども、正確には、正確というか、あちこちの記録を集め,集めますと、30人というのは正確な数だと思います。あのまあ、また別の歴史家はです、ね、次のように述べております、えー。箱崎宮から3000人と書いてありますけれども、あのこれは間違いだと思います。 3000人もだったらですねどこかの軍,属に,軍,あの軍に属しているわけですからあの記録は残っているはずですけどもあの残ってないんですね、その30人については。あのはい、ということで、まあ、30人が正しいと思いますでその30人に恐れののいて、元軍がですね逃げ海辺を逃げるんですねその時に、まあ、あの不思議な風が吹いていわゆる日本でいう神風が吹いてそして元軍は敗退していくというのが。まああの 大きな数字書きで,すでまあその白装束の30人っての、ね、は気になるんですねそれはまあ八万大菩薩の化身とかあるいはあのまあ神風という言葉もそこから生まれたわけでありますそれから、まあ、あの箱崎神宮というのはあのその後ですねまあ,あの軍人たちのまあ何て言いますかメッカになったわけであります <laughs> というのがあのあるわけでしてまあ日本にもセントジョージがいたっていうふうにまあ 考えられるというわけであの日本にはいなかったということですけども、別にこれ結びつけるつもりはありませんけども、あのセント・ジョージのね、あの話はよく聞きますので、いわゆる,いわゆる守護聖人と言われてますね、あのこれはドラゴンと戦っているところですけども、あのこの守護聖人がまあ彼らを守ったという,う話がまあ全世界に伝わっているんですけども、まあ、あのこれはウィキペディアの説明ですけども、まあ、セント・ジョージの生い立ちからずっと書いてあるわけです。<laughs> そしてこの守護聖人がですね、各地に現れて、そしてまあ世界を救った。第二次大戦中も現れたという記録がありますね、あのイギリス軍の方に。 まあそれはあくまでもままあなってますが風説と言いますか、もちろん聖地ではありませんが、しかし同じ記録逆の記録がドイツ軍の方にも残ってますから、必ずしもそのまあ嘘というふうにも言い切れない部分もあるんじゃないかと思います。そしてまああちこちで先祖行人がですねいわゆる守護聖人と言われる人がまあ現れて、それぞれの時々のそのまあままなんてすか、まあキリスト教徒を守ったという記録が残っているわけです。まあということなんですけども、ただ日本がないですね。日本 この記録をいますと、まあ、日本軍日本にはそういう戦闘行事が現れたと記録はない。まあ、それまそ、あ、もちろんそうですよね。キリスト教徒の国じゃありませんので、しかし、まああの世界のこういった国々であのそういったその戦闘行事が現れたという記録が残ってるわけです。<laughs> そして、またあの戦闘行事はあ守護聖人と言われているように、まあ、病気からもあるいはの救ったというようなこともあの記録として、これはウィキペディアの,あの記録ですけど、残っています。ただあの 私は知る限りですけれどもあの九州に日蓮の銅像が建っていましてこの日蓮がその。 もうこう撃退したっていう話がありますすけれども、まあ、それは嘘ですね。日蓮はあの京都異性は言っておりませんしそれからあの日蓮はあの当時はあの身延にいまして後歌天皇だったと思いますけど後歌天皇がですね東大寺で猛攻うう撃退の祈願の大集会、まあ、大祈祷会をやるわけですねで同時に同じ日にまあ鎌倉でも大祈祷会をやるわけですけども、まあ、そういったその ことに対して日蓮は信号暴国とかね、全天魔という言葉をしてまあ、あの激しく反発するわけですね。そしてまたあの猛攻の襲来をですねあの、梵天の計らいというようなことまで書いてるわけですね。そしてあの 鎌倉幕府はですね、猛虎襲来で滅ぶと、その後今度、高専禄の暁であの、この国にそのなて言いますか、新しい国、後の500歳、2500年ですか、社会が死んでから2500年後の,あの国が建つんだということを言っていますねでからあの。というようなことを言っていますので、あの日蓮が猛虎襲来に関与したということはありえませんね。あのということです。まあ、これは余計なことですけれども、あの So we'll do this. Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Video number 162. This is about uh ミステリーはイワシミ八幡チマン・シュラインのシュラインに来ています。これがみな山です。このみな山はですね、まあ、偶然なのかどうなのかわかりませんけれども、防水型をしているんですね。これは富士山から来た線です。これはあの黄色い線はですね、あの明日家山へ行く線なんですね。 でここできちんと測りますと8 8 4 9ただ、足だけは広いですから、あのかなりちょっと誤差が出ます。その範囲でまあ厳しい数字で見て88度という数字が出てくるんですね。まあ、今日はこのラインなんですね。これはどう見ても防水型に見えるんです。でちょっとこう線を引いています。まず下の,下の線を引いて、それから縦の線を引くんです。この縦の線は伊勢神宮に行くんですけども、そしてこの中心を求めるんですね。中心を求めてそこから円を描きますと、 まあ,あのこういう形になるわけです。でこの90というのはまっすぐ縦に行くと伊勢神宮行くということです。この岩清水八幡神宮にもついても同じことが言えるんですね。ここにあの岩清水八幡神宮があるんですけども、この点ですね。で、この下の線を取りまして、それからまず中心を求めます。で、まっすぐこの岩清水主来がですね、中心を取るっていうのも非常にこう、 あの不思議なところですね。それでまっすぐ横線引きまして、90度でですね、そして円を描きますと、きれいなこの円が円の中に収まるんですね。まあ、明らかにこう人工的にこの成形されたあ土地ということは、これでわかるわけです。で、この縦の線はどこ行くかというと、上が明日神宮、下が箱崎九州の箱崎神社神宮行くんですね。 まあ、箱崎、それからあの岩清水、そしてもう一つが宇佐神宮は日本の三大八幡神宮と言われております。あるいはさ、あの、鶴岡八幡宮を加える時もあります。まあ、ともかくもそれからもう一つはですね、この三者がですね、きれいにあの並ぶということですね。あの 忍徳、岩清水、伏見、それから延暦寺が並ぶということ、でもう一つはです、ね、ここに、まあ、巨大なダイヤモンドができるんですけども、右端が伊勢神宮です、そして那智大社が下の方にあるんですけども、那智大社ののと八幡寺、この中心のにある八田寺と結ぶと、岩清水へ行くということなんですね。 このようにこの、まあ、これがどういう意味を持つか、今のところまで分かりませんけども、記録として残しておきますけども、日本の,この奈良、関西、近畿地方はですね、非常に計算され、機、ま、械、あ、学的にあの作られているということです。以上です。Thank you very much for watching. Bye.